い、皆さんこんにちは、ワンダルヌルフィッシュです。プロ野球スプリッツ2015続きをプレイしていきたいと思います。今日はドラゴンズとの3連戦の初戦ですね。ドラゴンズの先発は山本昌です。まあもう言わずと知れた球界最年長の選手ですね。ストレート139キロ、スライダーカーブ代名詞のスクリューにシュートとカットボールが持ち球になっています。さあ早速プレーの方をしていきましょう。今日の先発のマスクは阿部が、被るようですね。ジャイアンツの方の先発は杉内。東京ドームからお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズの21回戦です。まずはドラゴンズの攻撃ですね。1番は荒木です。やはりバッテリーとしては2ボール2ストライクから杉内、ストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう。フルカウントになりました。しっかりとコントロールできるかどうかっていうところが大事なことになりますからね。なるほどね。これは坂本が重視の小宮山さんらしいコメントありがとうございます。ただし1回の表杉内は2点ドラゴンズに献上したようです。バッターは3番の高橋。2試合当たりが出ていません。さあ山本もさ、2アウトランナーありません。まずはスライダーから。まあ、ここは狙っているボール以外は思ったよりスライダーの曲がりが大きいですね。バッターは何を待っているか。この球は外れています。ボール先行です。2ボールからの第3球、低めは外れました。ストライクが入りません。ストレートを持ってきました。3ボール1ストライクです。さっきのスクリーン見た後のストレート136キロでも速く感じる。いったー、これスクリーンですね。ぐんぐん打球伸びて入ったー、ソロホームランが出ました。1点差に詰め寄る一発となりました。1点返します。ストライクを取りに来たところを見事に捉えましたね。はい、体をうまく回転させてライトスタンドにボールを運びました。しっかり。その後、両軍点を取り合ってますが2点差ですね。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球は2点を追いかける展開。3回の裏、高橋由伸の第2打席、まずはスライダーから入ってきました。第2球、これはストレート切れてますね。ワンボールツーストライクです。手が出なかった。ちょっとここは強振のままいきます。いい選球眼を持ってますね。はい、ツーエンツーとなって山本昌。おっと、これ見逃せばボールかなっていうボールでしたね。今度は際どいところにスクリューを決められた。さっきホームランにしてるボールなんですが、バッターは3番高橋。そしてピッチャーが祖父江に変わってますね。まずは先頭バッターを打ち取っています。さてこのところのジャイアンツですが、ここまで2連敗、連敗は避けたいところでしょう。インコースを厳しく攻めます。インコースの落ちるスライダー、よく見ましたね。曲がるスライダーですね。はい、ストライクが入りません。ただ外れてスリーボール。打った、これはどうか。ピッチャー返しですね。破りました、センター前。センター前ヒット。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。今のはすごくいいバッティングができたんですけど、ジャイアンツの方は吉野部以外の
打撃陣が注目するようですね。打順は3番高橋、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。スライダーですね。なるほど、そうですか。そして143キロのストレートを2球で追い込まれた。1球待ちましょうか。そうですね、変化球が低めに外れます。これは打ち上げ外れます。フォークですね。このフォークは落差があるな。バウルになります。パームボールですね。ここは狙いとは違うボールにも対応していかないといけませんね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。これはパームボールがすっぽ抜けて、これが7球目。フルカウントまで持ってきましたよ。最後はストレート144キロです。チェンジ、空振り三振。このまま試合残念ながらジャイアンツ敗れてしまいました。やりましたね。両チームよく打ちましたが、ヒーローは力勝負に敗れてしまいました。似てるよな、これ。打線がね、よく頑張ったんですけれどもね、まあ惜しかったですね。そうですね。明日に期待しましょう。吉野自身はホームラン1本、含むヒット2本打ってるんですけどね。セリーグの方は3位ドラゴンズ、4位ヤクルトが 0.5 ゲーム差ですね。ドラゴンズとの第2戦はジャイアンツがのドラゴンズが岩田という先発ですね。ちょっと新球種なのでも、どんどん疲労を取ってみましょう。ホームラン王、打点王、首位打者、まあ、2冠を目指してるんで、まあ、首位打者はちょっと難しいかもしれないんですけど、なんとか打点王にね、迫っていきたいと思います。今打点王エルドレッドが、1位で、それを多分7打点か8打点で追ってると思うんで、まあ、あのチャンスが来たらね、打点を稼いでいきたいと思います。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズの22回戦です。解説は小宮山悟さん、西井俊久さんの。まずは1回の表ドラゴンズの攻撃、1番は荒木。小宮山さん、様々なタイプの1番バッターがいると思うんですが、小宮山さん現役時代どういったタイプの1番バッターが嫌なタイプでしたか。インサイド、打球はセンターへ。ここはフライになっています。センターが取りました。さあジャイアンツの攻撃、1回の裏、ツーアウトランナーなしで高橋由伸、昨日のゲームでホームランを含むマルチ安打を記録しています。ツーアウトになっています。スライダーからマウンド上岩田、そしてキャッチャーは桂。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻撃。どうだ、これは行ったんじゃないか。伸びていく、どうだ、行ったね。うまく反応できた。なんだろう、岩田ちょっとあんまりデータ確認しないまま試合に入っちゃいましたけど、なんだろう、ホックルみたいな、そんなボール、パームボールかな、ナックルかもしれないし、なんか握りはナックルかパームかどっちかに見えましたけど、ちょっと次の打席で確認しましょう。さあジャイアンツ一打同点のチャンスです。早めに本当に戻しておきたいところですね。そうですよね。まあパワーのあるバッターなんで、何だったんだろう。
スローカーブじゃないしな、フォークなんだろうな、きっと。このフォーク2種類持ってますからね、岩田は。さあ、ノーアウトランナー2塁1塁、1点ビハインドで、わあ、このフォークはスローなフォークだな。ここは最低でも犠牲フライという場面ですね。そうですね。そしてこのツーシームはちょっと打てなそうなツーシームですね。高橋、今シーズン得点圏での打率は3割2分8厘となっています。ビハインドで打点も稼ぎたい。になりますね。これ、このフォークですね。やっぱさっきの90キロのスローフォークだったんだな。さあ、これで、フルカウントになったぞ。粘られてフルカウントになります。よく見極めました。フォアボールです。これでノーアウト満塁。初球ストライク。まあここは犠牲ぐらいで OK ですね。スライダーが外れてワンボールワンストライクから。この120キロのフォークと90キロ台の遅いフォークがありますからね、岩田は。インローも1点差の場面、押し出しで同点となります。5番バッター長野、ジャイアンツこの回1点を入れています。さあ試合を振り出しに戻し、なおも一打勝ち越しのチャンスです。さあ先ほど押し出しで点を奪い、なおもフルベース、さらに得点を重ねていくことはできるのでしょうか。ここから長野をどう攻めているんだ。インサイド打った。これで追加な。2塁送球、2塁アウト。サードランナーがホームに帰ってきました。ジャイアンツ、これでジャイアンツ逆転してます。打席には3番バッター高橋。5回の裏、吉野の第3打席に岩田が引き続きマウンドにいますね。まずはワンアウトを取っています。またの今日の先発ピッチャーはジャイアンツがエースの菅野、そしてドラゴンズが岩田、この2人の投げ合いとなっています。これはフォークじゃないけど失投ですね。ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。気持ちいい。これは気持ちいい。ストライクを取りに来たところ見事に弾き返した打球は、基本的にあの90キロのそういうフォークを待ってたんで、失投はトライしかった。内村さんで思いっきり打ちに行きましたね。確かに、はい、小宮山さん、宮山さん、うまく捉えた感じでしたね。いい結果になりましたよね。試合はすでに中盤戦、ここで点差が開いています。握りを見る感じだと、いやー、でっかい当たりだった。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。スライダーだったんですね。配球はご覧の通りです。まあ、向こうは併殺を狙っていると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。デッドボールにならなかった、危ない危ない。なんか高めの近いところに投げてるな、高橋は。と思いきやこの外角低めにストレートだからな。あー、よく見ましたね、はい、これでフォアボールですね。2者連続のフォアボール。吉野部はもう試合の方を退いておいてます。ジャイアンツはそのまま勝利ですね。今日吉野部は2ホーマー。ジャイアンツが見事勝利を収めました。連敗を3で止めています。1本目のホームラン、遅いフォークが来たのにうまく対応できたのは良かったな。で、2本目はその遅いフォークをまた待ってたところにスライダーかな、抜けたのが来たんで、まあうまくね、失投を見逃さずに打てたかなというところです。マジックも15まで減らしてますね。さあ第3戦になります。小山と浜田の投げ合いです。浜田、ストレート144キロ、スプリット、スライダー、こ
このあたりが得意の球種ですね。シュートにカーブ、フォークも持ち球です。ちょっと打ちづらいかな。東京ドームです。セリーグ公式戦、まずは1回の表ドラゴンズの攻撃ですね。1番バッターは荒木。小宮山さん、まずは先制点をどちらのチームに持っていくのか。2割1分7厘とあまり打ててないようですけど、そうですね、1番にいますね。先制するかしないか大違いですからね。先制点が欲しい両チームの変化球で空振り。フォークに空振り三振。は1回の表0点で立ち上がってます。バッターボックスは3番高橋。一方浜田の方もここまで2アウトで吉田と今シーズン2アウトランナーありません。いう場面、次が2球目。これはどうだ、入るか入るか入るか、センター下がっていく。全直撃、直撃。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3試合連続、もう一伸びあればっていう、そういうバッティングでした。さあ、そして打席には阿部が入っています。さあ、得点圏には先制のランナーを置いています。まあ、やはり先制することは大事なんで先手を取りたいですね。なるほど、そうですね。誘ってきましたね。低め、これは外れた。アウトコースの変化球に手が出ました。さあ、バッター追い込まれています。これはシュートが体に近いと思う。3ボール2ストライク。バッターの阿部、今シーズンの得点圏打率は2割6分となっています。4番としてはちょっと物足りないですが、まあ、外れてフォアボール。貴重なランナーが出ました。そして長野、バッターボックスは5番長野。チャンスが広がっています。さあ、ジャイアンツ一打先制のチャンスです。今のはバッターよく見ましたよね。はい、インコースの変化球見ています。まあ、このボールで3ボール1ストライクになっていくべきだと思いますね。引っ張った、これはどうだ、三遊間抜ける。セカンドランナー三塁を回った。これで2アウト満塁になりました。さあ、そしてバッターボックスにはアンダーソンが入ります。さあ、チャンスが続き満塁の場面。まあ、しっかりつないでますんで、ここはしっかり得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。低め打った、ショートの右、抜けていった。これは先制点。サードランナーホームイン。阿部は帰ってこなかったですね。期待を裏切らないバッティングを見せて。ジャイアンツはただあのチャンスは1点止まり。バッターボックスには3番、そして3回の裏、その1点を守っている状態で吉野の第2打席です。浜田、まずは先頭バッターを打ち取っています。1球目はストレート、あー、ごめんなさい、スライダー。落ちる球できました。次が3球目。うわー、このスプリット甘かったな。ちょっと待てなかったですね。よく見ています。まあ、ここは際どいところも打っていきますが、これデッドボール、あーっと当ててしまいました。しかしドラゴンズに逆転されてます。配球表ご覧。6回の裏、ジャイアンツ打順よくこの回は追いかける展開に変わって吉野で第3打席目。バッターボックスに入ります。まずはストレートを内角低めに決まってます。ジャイアンツ1点ビハインドで迎える6回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。まだ1点差です。うわ、振っていきましたが三振、ワンアウトです。そんなにないストレートじゃなかったんだけど。厳しいところに投げ込んできますよね。まもう1回回ってこい。よし、際
9回の裏最後の攻撃になります。ピッチャーは岩瀬です。さあマウンドに上がったのは岩瀬。ただ絶不調がないですね。まあなかなか打つのは難しいですけど、なんとか攻略してもらいたいですね。入ってるか、さあ注目の打席です。今のスライダーストライクか。変化球ボールになります。なんとか一発試合を。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。戻したい。際どい膝元よく見ていきました。狙ってホームランが打ちたい。これはどうか。だー抜けなかったか。しかも、はい、おお、ただ同点に追いついてる。さあこの終盤にノーアウトでの勝ち越し。ここはしっかり守って由伸もう一回来てほしいな。見逃し三振セーフだ。まず一つアウトを取りました。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあバッテリーもね警戒してたんでしょうけどね。ランナー何類か。さあジャイアンツ勝ち越しのランナーを置いた状況となっています。ダーッと当ててしまいました。デッドボール。うん、完全ここは慎重にいきたいところですね。そして和田か、勝負強いバッターを迎えてますからしっかりと自分のピッチングをすることですね。ここでフォアボールを与えました。これワンナウト。これでは大丈夫か。ジャイアンツここでピッチャーが。さあそして打席には平田が入っています。うーん、嫌なバッターに回ってきましたね。さあなおもピンチが続き満塁の場面。こういった終盤での粘りが大切。大点の場面、ここで押し出しのフォアボール。押し出しか。じゃあ2点献上してそのまま試合終了ですね。ジャイアンツ痛い敗戦となってしまいました。小宮山さん、とても緊張感だ。悔しい負け方。吉野が1回の表にね第1球ツーベース打ったんですが、まあ試合の方は負けてしまいました。はい、というわけで、今回はドラゴンズとの2連戦ですね、ごめんなさい3連戦ですね、お届けをさせていただきました。次回はヤクルトとの2連戦ですね、お届けしていきたいと思いますので、引き続き応援をよろしくお願いします。というわけで今回はここまで。